エリコロです。エリコロのダイエット企画。まずは2023年1月30日から2月5日までの体重の記録をご覧ください。63.70、64.30、64.65、64.85、64.80、65.00、64.85。はい。というわけで、今週の結果は、プラス 0.80kg でした。トータルで、マイナス 10.85kg です。残念ながら、今週はプラスの結果になってしまいました。2週連続ですね。先週までは、マイナスマイナスと来てたんですけれども、ここに来てですね、結構1キロ近く、ぼっと戻っちゃいましたね。残念ですけれどもね。でも、何が原因かなって考えたらやっぱり食事じゃないかなと思いました。なんか ここ最近ですね、バタバタしておりまして、まあそれをですね理由にしてはいけないのは分かっているもののですね、でも実際ちょっと結構バタついてまして、3食きちっと食べなかったんですよね。朝抜いたりとか夜抜いちゃったりとかで、なんか買ってきたもの、コンビニで買ってきたものとか食べちゃったりとか、なんかちょっとあんまり食生活的には本当に良くなかったです。ただ運動なんですけれども、今週はウォーキング行ったり、パーソナルトレーナーの拓也さんががっつり有酸素運動をするっていうレッスンをやってくれたりとか、あとなんか女子、大人女子おばさんだけ、なんかおばさんって私以外の人にも悪いかな大人女子のですねだけでですね、スキー場のそり滑りコーナーでですね、本当に本気で遊んだんですよね。登ったり降りたりして、何往復したんだろう、5、6往復くらいしたのかな。まあ滑るときはあれですけどね、往復というわけではないですけど、登ったんですよね。その結構長い距離を、そんな感じで結構体動かしたりとかしたんですよね。そうですね、ウォーキングも行ってますしね。なんですけども、多分食べ物全然ダメだったので、せっかく運動したのに食べ物ちゃんと食べてなかったから代謝率が悪いとか、そういうのもあったのかなって思います。あまりこうすごく太ったわけじゃないんですけれども、すごく痩せたりとかできなかったのでですね、ちょっと本当は先週までマイナスマイナスって2週連続マイナスに来てたので、その調子でちょっとどんどん減らしていきたいっていう気持ちはあったものの、なかなかそうはうまくいかないですね。厳しいですね、ダイエットって思いました。だから来週はですね、ちょっともうちょっとちゃんと生活していきたいなと思いつつもですね、来週も結構予定がいろいろ入っているので、思うように食事できるのかな、バランスよく食べたいなと思いつつもですね、ちょっとできるかなっていう心配もありますけれども、まあそこをくよくよ何でもしょうがないですからね、できることコツコツとやっていこうかなって思ってます。本当なんかちょっとダイエット以外のことがですね、やらなきゃいけないこと増えてきちゃってですね、それはそれですごく自分の中で楽しく前向きに頑張っているんですけれども、ダイエットと向き合うっていうのがなかなかできなくて、ちょっとですね考えなきゃって思ってるんですけど、でもそうですよ、考えてみたらですよ、普通にちゃんとですねフルタイムで仕事した後、家で運動したりとかジム通って運動したりとかってしてる人なんて世の中にいっぱいいますからね。ちょっと甘いこと、なんて言うんでしたっけ、舐めたこと言ってる場合じゃないですねみたいな感じです。だから本当にできるときは本当にできることをやるっていうのは、私の中でですね、無理しないダイエットをしたいなっていうのはあるので、ちょっと今忙しい時期はですね、痩せることを考えずに今の体重をキープする、そして健康的な食事をするっていうのはダイエット以外にも自分の体とかお肌とかにも影響してきますからね。その辺はちょっと意識強めに持って生活していきたいなと思っております。はい、そんな感じでちょっと反省の多い1週間ではございましたけれども、来週またですね、太らないようにできればマイナスの結果が出せるように生活していきたいなと思っております。はい、で今見ていただいているですね、こちらの動画は毎週水曜日にですね、
月曜日から日曜日までの1週間のまとめの報告動画になっています。でそれ以外に食生活 Vlog といって、毎日毎朝6時に前日の何を食べたか、どんなことしてたかっていうのですね、 Vlog 形式でダイエットの記録になるかなと思って毎日動画更新しておりますので、もしよろしかったら、興味ありましたらですね、そちらも合わせて見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでこれくらいにしときたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。